自走で7時間かけて帰りました。クロマックス、はい、どうもクロワックスです。ということで今回はですね、タイトルにある通りこちらの車でございます。実はですね、こちらの車、過去に紹介をさせていただいております。そしてですね、後でしっかりお話しするんですが、幾多のピンチを乗り越え、バージョンアップをしたこちらの車、すごいですよ。そのストーリーもすごいんでね、そのストーリーも含めて今回はこちらのハイゼットちゃん紹介していこうと思います。はい、ということでオーナー様こちらの方でございますということで以前もね、愛車紹介、させていただきました、ミカさんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ミカさんはですね、ご自分でも YouTube チャンネルを運営されておりまして、あれ今なんて名前になってました？今、競馬女子キャンパー。違う、競馬ソロ、あれソロキャンパー、ソロはもうなくしました。ソロなくしたんですか、はい、じゃあ競馬女子キャンパーミカになってます。はい、あのただですね、面白いんですよ、YouTube で皆さん、野草筋肉って検索してみてください野草筋肉です。あの野草筋肉と検索するとなぜかミカさんのチャンネルがあの表示されるようになってますあのチャンネルをよく見ていただくとその理由がよくわかるのでご覧になっていただければと思うんですが、あのもちろん下の概要欄にも URL 貼っておきます。あの野草筋肉で検索してみると面白いことが起きるんで、ぜひとも検索してみてくださいということでこちらのお車でございます。もう紹介させていただいたのでどんぐらい前ですか？1年前くらい。もっと、もっともっと、1年前だって宮崎のアクティブキャンパスがもうその前なんで、去年5月ぐらい、だからもう1年半近いのかですね、ぐらい前に、お車を紹介させていただいてから、かなりバージョンアップされたということで、はい、バージョンアップの前に一回大ピンチがあったんですよねすごい本当に詳しくはその動画はあの下の概要欄にね、あの動画貼っときます、はい、あのその時の様子、やっちゃったっていうところから復活に至るまでの全て写真とか映像とかでまとまってるんですよね、うん、まとまってます。あの映像はすごいですよ。よくここからここまで来たなという状況なんで、そちらをちょっとご覧いただければと思うんですが、こちらでございます。ここ全部行ったんですよね。そう、ここ全部行きました。どういう状況だったんですか？こっち側からこうバーンって行っちゃったのかな。ここがもうへこんで、はいはいはい、ここがその名残、名残ですね、うん、これそうそうそう。で、リアハッチ行きの、うん、サイドガラス割れの、うん、もうここからここまでそうそうそう、もうここからここまでぐしゃぐしゃ状態。ぐしゃぐしゃ。キャンプ行こうとして、はい、凍結で滑ってガードレールじゃないですよね、この高さだから。ガードレールじゃないですね。何に作るんですか？はい、自衛隊の、はい、なんか敷地にあるなんかポールみたいなのにちょっと後ろがぶつかった。あ、あの自衛隊の車両にぶつかったとかじゃなくてよかったです。うん、そういう意味じゃなかったです、はいはい、自衛隊の敷地の中にある中のポール、標識かなんかの、うん、標識ではなかったんですけど、なんかすごいぶっとい頑丈なやつにぶつかって、ここがもうめくり上がったんですよ。その時の映像は下の概要欄に URL 貼っておきますんでぜひともよくここまで治ったなっていうそのね、うん、経緯もあの映像に残ってますんで、そのね直してる最中だったりそのあたりの動画も見ていただければと思います。で、復活したっていうことで、またあのクロマックスの視聴者さんでもある高橋さんという方がですね、タイヤホイールをプレゼントしていただき、これフォレストオートさん協賛いただきまして、スプリング前後いただいて、さらにパワーアップしてリフトアップとマットテレンタイヤがついたよっていう、そういうお車になりました。これやっぱハイゼットも上がってるとかっこいいよな。かっこいい、うん、うん、走るぜっていう、まあ、ただ肉肉です。まあ、肉でも、うん、その、まあ、レビューの動画なんかはね、ミカさんも出してくれてますけど、はい、かなり乗り心地は良くなったと。すごい良くなりました、うん、これまたね、ちょっと林道とか走ってるとこれ絵になるんですよ、このオレンジ色ね、ハイゼットのこのオレンジ色もね個人的には好きな色だったりもするんで、うん、いや本当復活してくれて良かったです。良かったです、本当に。あの時は本当にね、やべえと思ったけどでも自走して帰ったんですよマジっすか？そう、ここに段ボール貼って。ああ、そうですよね。で、養生テープまみれになってるのは映像で見ました。そう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 、うん、で、自走で7時間かけて、はい入りました。はいはいはい、はい、というところからの奇跡の復活、はい、こちらのお車でございますが、今回はこの外装のね復活トークもそうなんですけど、
またその視聴者さんの高橋さんがいろいろ手を加えて内装が出来上がったということなので、前回の感じとは違う出来上がったばかりの内装をですね、ちょっと取材をさせていただこうということでカメラを回しているわけでございます。それ以外外装的には変わってないですもんね。リフトアップがあってタイヤホイール入って、で名残がここにできたっていう、うん、これがアトレーの、そっか、うん、アトレー用のテールに変わったんだ。そういえばだからウィングがついたんだ。そうなんです。それまでウィングなかったですもんね。なかったんです。ということでウィングがついたんだ、はい、その分かっこよくなった感はあるかもな。そうなんです。いいなこれ、素晴らしい。これはこれで注目度抜群のお車でございますよ。こんな感じのお車でございますが、今回は内装がバージョンアップしたということで、どっち側から撮影した方がいいですか？前から撮影してもらって、前やべえな、これ今見えたんですけど前やべえなじゃあドア開けさせていただいていいですか？はい、ドアオープンでございます。ということで車内なんですが、ということでドアを開けさせていただいて車内をご覧いただこうと思います。はい、ということでドンすごいでしょ。車内の至る所に視聴者さん、YouTube チャンネル運営者さんとか、あの関わりのある方たちのステッカーが大量に貼ってある車内こんなんなってるの俺気づかなかったっす。結構キャンプ系の方も多いですね。多いですね。キャンプ系の方の視聴者、はい、YouTube チャンネルさんの、ステッカーも貼られてるというようなところだったり、あ、ここにロッドが見える結構釣りも始められた感じですか？釣りは前から、あ、前も言ってたっけ。そう釣りのロッドが見えたりとかいう感じで車内がこんな感じになっていて、これちょっと可愛いですね。可愛い。これどうしたんですか？これご視聴者さんからもらって。へー、シャンパンのコルクと蓋と、多分針金もこれシャンパンのやつですよね。そう可愛い可愛い、こんなものがいたりとかいう感じで、こんな感じのステッカー、皆様のステッカーが貼られてる車内でございます。このドラレコ、はいはい、こっち側にカメラがついてんですよ。はいはいはい、はい、普通はこっち逆なんですけど、はいはいはい、日本の車用にこっち側、はちょっと向こうから見ていいですか？はい、あ、本当だ、ここにカメラいる。え、なんでこっち、そういうのが手に入ったんですか？YouTube で一緒によくこう活動してる人がこれつけてて、はいはいはい、これいいねって言ったら、はい、教えてもらったんです。へー、こっち側なんだ。カメラがついててっていうんで、これがもう完全にモニターにもなる、はい、ミラーが一体型ドラレコと、これつけてる動画も出します、はい、あ、よかったら、ミカさんのねチャンネル飛んでいただいて見ていただければと思います、はい、こんな感じで車内が出来上がっていて、もう何よりもここっすよ、ここね、クロマックスのゆかりのある方たちもいますが、もうキャンプ系の方もがっつりということでやられている運転席、助手席周りでございます。今回は車内ががっつり出来上がったということなんで、はい、そちらの方、拝見させてください、はい、スライドドアオープンお願いします。ドーンということでポータブルバッテリーがいたりしますが、はい、車内こんな感じでございます。はい、ということで以前紹介させていただいた時は結構キャンプグッズが満載に載ってるような状況だったりもするんですけど、今回はしっかり床張りがされて、しかもちょっと白でいいですね。そうなんです、白基調の綺麗な床張りと、はい、棚が2段で出来上がってるという感じでございます。これ床張りは、うん、あ、これだ、はいはい、こんな感じで、しかもこれちゃんと床材ですね。そうなんです、あれだ、これ高橋さんのだ、はいこれ高橋さんの床材がしっかり張られた状態で水平が作られるように、はい、しかもここに三脚とかね、三脚微妙な隙間にいろんなものが入るようにちゃんとできていてって言うんで、こんな感じの、はいはい、でしかもこれ、はい、ただ床が置いてあるだけじゃなくて、はい、これ3つに分かれてるんですよ。あ、3分割？あ、じゃあここでも分かるんですか？そうなんです、うん、はぁ、3分割だから、はいはい、ここ一つだけ椅子を起こして、はい、でこっち側は寝れるっていう。そっか、このハイゼット左右分割式だし、はい、とか、はい、なんで、はいはいはい、そういう風にも使えるし、はいはいはい、で両方こう椅子展開してっていうのもできるし、はいはいはい、っていう風に作ってもらいました。いやーだ、左右分割だから運転席、運転席側、助手席側両方左右分割式になっていて、はい、で後ろは後ろでまた分割になるように出来上がっていると、はい、ここがなんかこう玄関的な感じにもうなるように、なんでここからアプローチしてシートに座れて、はいはい、で中のそこの、ベッド部分にアクセスができるとかいうようなイメージ。そうなんです。
はい、ということで今展開していただきましたが、これね、前の部分、運転席、後部座席部分が2分割になってることでしっかりとシートが出ると。なんでここをアクセスして、ここにベッドスペース作って、スライドドアからのアクセスも可能と、そういうような感じの車内でございます。これはレイアウトいいなということで、こんな感じの車内なんですが、これ気になるのが、これ後ろ側ね、はい、見させていただくと微妙に切り欠きがあったり、ちょっとね、後ろもね、細かい造作が少しできてそうなんですよ。なんでリアハッチって開けられます。はい、リアハッチ開けたところからちょっと拝見させてください。はい、リアハッチオープンお願いいたします。はい、じゃん。はい、ということで、あー、しっかりこれ幅木ですかね。はい、幅木が入っていて、後ろからもこういうような形で、見た目がいいような形になってる。これもちゃんと建材のだ。そう、建材がで、もう目立たないような形で出来上がっていて、ここも、あ、これ大理石系の床材だ、はい、を逆に使って、逆にしてもらって、はい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 、出来上がっていてっていうような形でございます。どうですかこの見た目ね。1段目、まあ、寝るスペース兼荷物で、2段目も荷物置き、3段目も荷物置きっていう形で、1段目、2段目、3段目。おお、これだったらキャンプ道具がっつり積載できますね。できますね。素晴らしい。で、今日はそんなに荷物持ってこなかったから、こう、はい、こういうところ置いてるけど、はい、まあこれ上に置いてる、はいはいはい、テントとか乗ってますし、はい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 、だから相当荷物乗りますよね。すげー。しかもここちゃんとバッテリーね、アクセスしやすいように。これね、バッテリーじゃないんです。え、なんですかこれ、なんですか、え、これ何のアクセス。バッテリーじゃないんです。これね、あ、そっか、ハイエットってバッテリーここじゃねえか。そう、ここだ、このちょっと高さがあるから、はい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 、ここにいろいろ収納収納すげー。あと、こうやっていろいろ収納をしてるんです。あえて、そういう感じで、もうこっち側もね、通じにするわけじゃなくて、うん、そこに蓋をつけて物が入るように収納を作ってるわけだ。はぁ、い、基本的にここの R に関しても、なるべくトリムに沿うような形で R ができていて、床材がポンポンポンと、ハメ板みたいなイメージですよね、はい、で、床材が広がっていってと。すげえな。本当は、はい、もっと低くて下に、はい、あの、うん、断熱を入れる予定だったんですよ、はい、なんですけど、あのハイゼットってシートの高さですよね。そうなんです。今見て分かったんですよ。これがここまで上がってる理由っていうのが、完全フラット作ろうと思うと、ハイゼットのシートここまで上がってるので、そこに合わせてこう引いていくと結構ここが上がっちゃうと。そうなんです。だ、そこのデッドスペースできるんだったら、じゃあそこに収納を作ろうというような形になってると。結構これ奥まで長物も入りそうですもんね。そうなんですよ。はい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 、よく見てもらうと、ここ、そうですね、これがもううまいこと2つつなげてあるのと、横に寝かしてあるので、まあ、ある程度高さを調整して、うん、本当はこれ1個で作るはずだったんです、はい、はいはいはい、はい、なんだけど思った以上に高かった。あれ、ここ高えっていうっていうんで、こういうような感じが出来上がったというところですね。すげえなー。で、アシストグリップを活用してバーが通ってて、そこにロッドができ、ね、通ってたり、色車内が出来上がるんですが、これはまあ、この仮装ができてすぐなんで、キャンプグッズっていうところはそんなにいっぱい収納してない状態、はい、これから手持ちのキャンプ道具がガンガン収納されてて、以前紹介させていただいた時すごかったですからね、キャンプグッズの量が。だ、今後どういう形で収納されて、これ、あれですよ、抜き打ちチェックさせてもらいますかね、今度イベントの時とか車内がどうなったか。もうすごいんですもん。もうこの車1であれば、1ヶ月でも食材だけどうにか確保できれば、1ヶ月でも2ヶ月でも山ごもりできるだけの装備が常に乗ってましたからね。ナイフ1本とかそういう世界じゃないですもん。斧もナタももう山切り開くぜぐらいのぐらいの装備がもう常にもう備わっているミカさんのお車なんで、これね、出来上がってすぐの状態がこのレース、皆さんも覚えておいてください。次取材するときに車内がどうなってるか楽しみにさせていただこうと思っております。モディファイ後の詳しい紹介に関しては下の概要欄ね、ミカさんのチャンネル飛んでいただければ、おそらくもう動画は先に出てるかなっていう感じなんで、それよりも奇跡の復活劇の動画を見ていただきたい、僕は。はい、なんでそちらの動画をご覧いただければと思いますんで、はい、そちらの方楽しみに下の概要欄から飛んでいただければと思います。いや、ミカさん、またご協力いただきどうもありがとうございます。はい、ということで、こんにちは。高橋さんががっつり、中のプロデュースが入ってる感じですよね、はい、あとタイヤホイールプロデュースとちょろっとだけで、スプリングの声掛けもフォレストオーサーで高橋さんの方で知ってたかって、この車が実現したと
ということでございます。はい、なんでですね、今後ミカさんが多分キャンプグッズ満載になるんでその後また抜き打ちで検査しようっていう、はい、取材をさせていただくお話になってますんで、その時ぜひとも高橋さん一緒によろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回はこちらのお車ミカさんのハイゼットということで、バージョンアップした2回目の取材させていただきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。またツイッター、インスタグラム、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。こんな感じの、じゃあここら辺でちょっと行きますんで、そのままの感じでいてもらって、画角拾います。パンプしない、大丈夫大丈夫その腕の部分に赤丸がつくんで